はい、こんにちは。こんにちは。心拍なんですけど、これ今回3回目。3回目。一番最初は枝抜き、葉っぱの整理。うん、それやって、前回シャリ付けやりました。今回はですね、この針金をこうかけていこうかなと思います。はい。で、針金は、導線を使って、下の方からでもこう順番にかけてきますね。ちょっとね、今朝は寒かったです。はい、寒かった。急に寒くなっちゃってね。寒かったですね。ちょっと暖房でも入れようかなって、その時だったんですね。夏と冬しかなくなってきちゃったみたいな。そうですね。うん。その中でね、盆栽、これから元気に育てていこうかなと思ってるんですよね。はい、今、肥料やってますね。はい。じゃあ、こういきます。はい。はい、まずね、はい、まだ正面大まかにしか決めてなかったんで、うんうん、今完全に決めてきたと思います。こう見ますとね、と回すと、まずこれちょっと見るとこう平面なんですね。はいはいはい、横から見るとね、横から見るとね、盆栽っていうのは立体ですから、奥行き作っていかなくちゃいけない。はい、そう、奥行き作るために後ろ枝って必要なんですよね。裏枝ってやつですね。裏枝、後ろ枝、はい、奥行き出す枝で、こっち片方が全然ない状態なんで、こっち正面にしました。これを正面にして、ね、奥行きを出す枝はここ、これが裏枝になってる、裏枝になってるこっちは。で、あとは少し枝の操作で後ろへ持ってきたり前へ持ってきたり出せると思うんで、うん、はい、あとですね、ちょっとこう全体的に見て厳しさっていうのはちょっとないんですよね。シャリをつけて、はい、そういう厳しさっていくらかできたかと思うんですけど、はいはい、もう頭にそれ作っちゃいます、うんうん、こうあ、ここにガグッと落としてこの枝を、うん、これを、はい、でちょっと模様が作られたら、ここに模様を入れたいなと思います。うん、いくらかはこの枯れても天神として使えるかなと思います。もうこれは決まったんですけど、はい、この辺は針金かけながらどういうふうに模様をつけていくかというのをちょっとやってみます。大体のコースはこれとこれとここですよね。この3段これで作ってるような感じだと思います。一般的な盆栽ではないですよね。うん、そう、作り方としてちょっとね、変わった盆栽ですよね。変わってる木、ね、って変わってる木だから、ちょっとお願いしてみたって感じなので、うん、難しいですよこれ。これね、頭が2つになっちゃうから使える。そうですね、これ見るとね、スタンダードではない。そう、盆栽ラファエ先に水つけちゃいますね。はい、お願いします。2、3本を束にしてるのか。3本、3本水つけるとね、これふやけてきますからね。はい、大体3本できます、ある程度の。で、縛り方はね、はい、こうやって縛っちゃダメですよ。これ玉になっちゃうんで、ここ、あ、ここに巻きにくくなっちゃうのか。そう、一本で縛った方がいいですよ、ここに。なるほど、まとめる感じ。3本にする理由はこんな感じ。はい、3本にする理由は何ですか。あ、1本だと細くてこれ巻けないから。ああ、ある程度幅を作るために3本にしてます。もっと太い木だったら4本、5本で、なるほど、数を増やしてきますからね。はい、これぐらいつけとけばふやけると思うんですね。はい、前回の彫刻入れたんですが、皮むいたんですけど、あんまり枯れなかったですね。だからね、そうですね、先の方がちょっと茶色くなってるぐらいで、これぐらい、そうそうそう、これ取っちゃいますんで、はい、もうこれで大体落ち着いて、次の段階ではちゃんと削り込んでシャリが入れられると思います。はい、下の方細いんで、20番でいきます。20番で、うん、大体幹の太さの、枝の太さの3分の1ぐらいでいいですが、導線使いますからね。はい、下からいきます。はい、導線また値段上がりましたね。そういえばね、ね、また上がる、また上がった。今キロ上がったんだっけ。6000ぐらいするんじゃないの。はい、すごいよね。この針金、うん、これ葉と葉の間を通してきますからね。はい、ここに葉っぱを挟まないように。そう、葉っぱを挟まないように、これで間を通してきます。アルミ線だと太さはどのぐらいでしたっけ。アルミ線だと半分ですよ。半分ぐらい、2分の1ぐらいです。うん、だから太さが針金だらけになって、これ2本は半分の枝の半分の太さの針金が入ったら、針金だらけになっちゃう。そう、細く決まらないですよね。見栄えはそっちの導線の、見栄えはそれと効きが悪いです。やっぱり小白は導線って感じですね。そうです。はい、臓器はアルミ線。
小白鳥だとね、あの針金、ね、長くかけときますからね、あれあの造形って早く外す、大体1ヶ月で外したのもあるし、うん、3ヶ月ぐらいで外すのもね、はい、小白鳥より早いですよ、うん、外すのは長寿梅なんかはちょっと違いますけどね、長い間かけとくけど、アルミ線の方が効きが柔らかいんでね、それで雑巾やアルミ線使ってますから、そうですね、雑巾は食い込むから、そう食い込んでっちゃうから、うん、で小白は食い込んでも皮が荒れて分かんなくなっちゃうんですね。で雑巾だから夏場ね、針金かけてね1ヶ月も経ったらもう完全に食い込みますよ。ああ、こう細いのなんかもう飲み込んじゃうから、そうですね、ちょっときつくかけるとそうなっちゃうかもしれない、雑巾にかけてそのままにしといたのが今食い込んでますよ。この部分は最初の枝、針金かけは終わってます、はい、でちょっと今残してありますけど、うん、こう長さをこれで調整してきますんで、それから針金切りますから、はあ、長さの調整っていうのはこの長さ、枝の長さ、え枝のこの長さ、まずここに1本通して、はい、それからこっちへこれとこれかけ渡す、はい、そしてこの枝とこの最初の入った針金を支点にしてここに入ってます、うん、これが最初の針金でこっちへかけてる、でこの真ん中の針金入ったところとこれとこの下を通ってここに入ってるんですよ、はい、これとこれが一緒になる、うん、ですからこれとこれが一緒、こう、うん、必ず針金はあのかけ渡しますから、かけ渡す、はい、枝と枝を使ってまずね、あのこの枝のこう高さを調整していくわけなんですけど、うん、こう順序っていうのが一番奥の枝が一番上来るんですよ、こうこれがぐっと下がってきて一番奥の枝これでしょ、はい、次に2番目の枝これ、うん、3番目の枝4番目の枝、うん、だからまずねこの枝を下げてやるんですここに、はい、枝元に近い方が上に来るんですね、そう、ちょっとこれ長くしようか、まだこれは伸ばし続けるんですか、途中枝これはね、詰めちゃいます、もうこんな長くいらないでしょ、長くいらない、詰めてきますからね、はい、これも詰めちゃってもいいか、先端を残しておくと伸びてきますので、これね、ここでここ分かりやすいか、はい、ここがずっとこの枝を見てきます、そこずっと茶色になって、はい、で葉っぱが交互に出てますよね、でずっと来るとこう色が変わってるんですよ、ここは、うん、茶色から緑に、そうですから普通切る場合はねこの緑のところで切った方がいいんです、はい、なぜかというとこれ杉っぱになっちゃうんですよ、こう茶色のところでやると、はい、杉っぱになる可能性が多いですから、うん、だから切る場合はグリーンの短くするんだったら1つか2つ先ぐらい、はい、この辺で切ってください、これも短くていいでしょう、これも同じです、うん、これももう短くしちゃうんでグリーンのところで切ってきます、そうですね、で長さが決まってたら次から目摘みでこういく感じですよね、そうでこのままにやっとくと全部あの茶色で来ちゃうんで枝が伸びるだけね、はい、心拍っていうのはこういう玉を作ってきますからね、この玉は、はい、これを作らなくちゃいけないんでこのまま伸ばしてるとこの玉ができてこない、はい、まあ、この間は終わりましたんで今度こっち側行きます、はい、これを切り詰めます、はい、このクリーンなところで、うん、はい、ここがこれとんがって出てますよね、 これ、 ね、これも積んどきます、この芯、うん、ずっと来てこれが芯ですからね、だいたいこの青いところから2葉のぐらい残せばいいです、はい、これ切ってあとこれが玉になってきます、ここもねこっちが上ですからね、うん、はい、だからここの枝よりこの上からここに、うん、あここは針金入ってなかった上来ないこれこういうこともあります。ここから来ればいい。元に入ってなかった。ここ銅線かけちゃうとね、うん、黒くなって色が取れなくなっちゃうんで、あアルミ線かけますからこうやって。はい。
シャリのところは。シャリは基本的には硬くて動かないじゃないですか。そう。これはまだ柔らかい。動くね。なんか動きますね。大丈夫です。うん、これと沿わせてる感じ、ちょっと後でまた鳴らしますけどね、はい、で上上がってきたと思います、うん、一応このブロック終わりましたんで、はい、さっきラファエア水につけたんですけど、はい、それはここで巻いておきます、はい、すごい日差しが強くなった。このはもっと強く避けたりなんかする可能性あるんで、はい、この辺からラファエア入れときます。上に向かって、上に向かって、うん、でここはもう完全に曲げるの間違いないですけど、これ下げてくるとね、シップはこう避けてしまうんですよ、ここは、うん、特にここのね、分かれ目がね、怪しいですね。これ下げて、ここが割れちゃったら、この枝が多分ね、ダマになっちゃうと思う。かなりあのシャリが食い込んでますんでね、はい、こうやってね、一回こう普通あのアルミ線とかで補強入れるんですけど、うんうん、このラファエアでやっちゃいますんで、そんな方法がこれ沿わせて曲げる外側にね、これを当ててみようか、チコにこの上から巻いていく。なるほど、2本だな。2本もちょっとあの6本できますからね、これね、はい、の背中に当てます。こんな感じ。これかなりきつく巻かないとダメですかね。はい、でここは枝の分かれ目って8の字に巻いていきます、うんうんうん、今こう入って、そしたら今度反対側に持ってきます、これ、はい、こんな感じね、はい、そしてもう一回大体2回ぐらいやっていた方がいいと思います。これがこう下に下げてもここで支え取ってるから、うん、裂けないのだから、うん、で巻くときはね、包帯巻くみたいに、はい、平べったくして巻いててください、はい、こう網みたくしてこうやって巻いちゃう人いますけど、うん、こうやって巻いて効きが悪いしね、見てくるわけで、はいはい、木がブク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 太っちゃいます、うん、太った感じに見えるんで、あの平べったくこう巻いてってください、はい、こういうの巻くのでも美しさを考えて、そう、少しね、綺麗に巻いていかないとね、はい、ここで止めます、はい、これ最初の入れたラファエアと後から巻いてきたところで縛ればいいです。ここにもう大体できましたね。ここも補強できたし、はい、ここも、まあ、もう曲げても大丈夫、うん、ここからね、針金かけます。こっちはいいんですか。下の方はあの一本ずつかけてきますから。あ、自分下からやってきますよ、針金、はいはい、で一方通すのはここでずっとここから通してきます。なるほど。下から順番に決めてきます、ね。はい。ここは太さが違うんで、はい、ここだけでかけてきます。あの鉢巻き掛け。鉢巻き掛け。一本の針金でここ二本入るような形になります。なるほど。鉢巻きを巻くように。これがこう入っている。これのね、難しいところはね、ここがきっちりこう決まってないと、締めてないと、うん、効かないと、針がこうグラグラしちゃうから、はい、でここで、もう一回引っ張るんですよ、ここ木に密着するのに、ここでここに、この鉢巻きがきれいにちゃんと入ってないと、これ動いちゃうんですよ、ここに、ここに。あ、なるほど。これ位置も大事なんですよ、これ。これはでも、あんまりやってる人いないかもしれないですね。うん、文人木なんかこうふざっと細い木にね、こう幹にぐる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 針金巻いてね、かけるとみっともなんですよ。なるほど。こういうふうにかっこいいかけ方、正しい。これはちょっとあのコツがいりますからね、こう締めとかないと聞きにくいですよね、確かに。そうか、全部かける必要ないのか。これでここ、はいはい、途中まで2本って感じですね。そう、これ2本入るから。
うん、2枚いるからね、結構効くんですよ、これ。なるほど。ここがしっかりしてればね。はい。そっちは返しの枝だから、小さく効くかな。一応ね、この枝は、流れはこっち左流れになってるんで、うん、こっちはあんまりこっちはばらせたくないんですよ、はい、でこう折りたたんで幹にくっつけてますから小さくこう割れちゃってるじゃないですか。これ大丈夫だ、うん、大丈夫だ皮めくれちゃってこっちから風が吹いてるっていうイメージですかね。だから小さくあとここ細かく描けますからね、うんうん、次にこの枝とこの枝、あ、裏の枝これですね、はい、この中間の枝だから肝心な枝になると思うんですよ、これ。そうですね。唯一の裏枝。うん、あ、もう上はあるけど。これ見どころになると枝ですか。ここもちょっと危ないな。うん。ここもちょっとラファイア巻いておきます。はい。ここはもうシャリ入れてるから。うん。ここですね。これだけ入ってるんでね。うん。あれ、これじゃ負けだな。で今度その枝を下げる。これを下げるか。ちょっとここを下げてやす。はい。まあ基本的には。下げた。避けた。これいるかな。これ避けとくか。うん。今チンを。あ、ちょうどいいのかな。避けたみたい。一番太いところ。針金の長さはかける距離の 1.5 倍。これは余ってたらどうするんだろうで、ちょっと長いです。最近こういう太いのかけたことだから手が狂ってきちゃったもん。うん、腱鞘炎になっちゃう。またそう最近こういう、うん、この太さとかさ10番とかかける、はい、10番8番のかける機会がなくなってきちゃったわ、うん、小さいのが多いからね。そうですね。前はね8番とかね、はい、6番までかけたからね。はい、6番これ10番。全然手が狂っちゃったよ。硬いなこれ。硬い。ちょっと古いかもしれない。古いだろう。その辺にあったやつっぽいんで。スレートなんか隙間開いちゃうんだよね。銅線はかけ直しができないですけどね。一回曲がると硬くなりますね。硬い。うん。相当硬いこれ。針金の当て方、はい、こう曲げるところの外側にこれ針金当たってないと、ここさラファイ巻いてありますけど、もっと厳しくやると割れてきますからね、はい、ここに当てる、曲げる外側に角ですね、ここね、うん、ちょっと曲げてみるか。曲がんない残念だ。すごいな、ほら。縛る。ミニジャッキ。道具使った。おお、結構。
これ締めるときね、はい、こう引っ張らないと、はい、こうぐるぐる巻いてると針が切れちゃいますかね、これ、はい、こう引っ張るとこう隙間ができるんですよ。これを埋めていくような形、戻しながらこうに引っ張って、ただぐりぐり締めていくんじゃなくて引っ張ってこう隙間ができる、はい、すると戻しながらこう締めていく、はい、これやらないと絶対この細さが切れちゃいますから、切れちゃいますね。先端の直線の部分に模様をここまでつけてるところですね。ここもね、ちょっと開きすぎて、ここ締めてきますからね。うん、ここですね。ここね。ここちょっと沿わせた方がいいかなって感じ。この太さだとなかなか。あ、でも、よっ、あ、ここまでだ。なんか変な音した。ちょっとジャッキで。ジャッキでびっくりします。はい。ね、落としたね。おお、いい感じだ。いい感じ。もうちょっといくか。結構。これ下が上がってますよね。これ多分。これ下げるか、これが上がってる感じがしますね。あ、なんか沿う感じになった枝が。ちょっとこう開けた方がいいね、うん、ここちょうど枝なかったですもんね。ここ下げよう。ここ曲がるかな、どうだろう。外れちゃう、うん、手でいけんじゃないですか。手で押しましょうか。グッて、うん、いきますよ。ちょっと、はい、はい、ストップ。ちょっとゆっくりやりますよ、怖いから。手の方が早い。折れちゃいそう。あ、大丈夫だな、うん、持ってっちゃう。怖いな、これ。ここですね、ここ。どこ当たってる？ちょっと裂け始めてる。ここ来た？あ、まだ大丈夫か。じゃあ、戻っちゃう。まだ大丈夫か。ないんですよ、ちょうど針金がね。当たってないから。ああ、ちょうど入ってたのか。ラフで巻いてなかったね。パキッといっちゃいそう。半分ぐらいまで大丈夫だろう。大丈夫でした、さすが。お、結構ね、ちょっとこれを前へ倒したいかなっていう感じだね。らしくなってきましたね。でもこれがちょっと前すぎちゃうけど、これがの前後の差がないからね、うん、これここで後ろ持ってくるか。そうですね、これこっち側持ってくれば結構いいかも、いい感じ、うん、流れがここがね、ちょうど本当分かれた感じになって、うまくできた、ね、上になって下になってでいいですよね。ちょっとここで曲げてみよう、後ろへ。ああ、こうやったか。おお、行ってるな。行ったな。この先で行くか、うん、ちょっと下げて。そうですね。そこ、ここでも針金入れませんか。こう来て、あげるか、これ。そうですね。だと、こうポンポンって来て。うん。自分もちょっと行っちゃうか。もうちょっと行っちゃうんだ。ここ大丈夫だよね。おお。これ、こう引っ張るのね、軽くなったらダメなんで。そうですね。まだ折れちゃってる証拠ですよ。折れたくない。まだ大丈夫だ。なんだね、これこんな感じ。うん。どうですか。うん。あ、これいいよ、ここ。あ、これがいい。これないと寂しいですもんね、こことの間がね。うん。で、これ決めるか、こっち後ろに作るか。
で、ちなみに、先生は厳しい方なので、うん、はい、とかとか厳しいところないですね。そうですね、厳しいところ結構ありましたね。うん、ね、これ気になったね。これが普通ではないので、皆さんは皆さんの模様に作ってくれれば。いるかこれ。これね、どうせダメだねこれね。ダメだちいね。今ね、ここぶった切ったような形になってるんで、はい、こう自然な形にこう向いてきますからこれね、はい、こうやって下に折ってなくなっちゃうな。なくなっちゃいそう。なくなっちゃう。芯がないよこれ。芯がなかった。ちょうど間を埋める。引っ張る。ん？引っ張るんですね、そこも。ここね、うん、近いですよ、これ。これもってクーッてこさげて。下げたいと。だいぶ手こずってるんだから。手こずってる。決まるな、うん、ここだ。そうですね、うん、足りないところを足してます。あ、皮むけれた。やった。やっちゃった。あれがね、つかめてなかったですね今。やっぱりラフェア巻いてた方がいいな、こいつがね、うん、これやばいかもしれない。半分残ってるな、擦れちゃったな。ずっと掴めてないですよ、これ。ここ、幹掴んでるんですよ、針金じゃなくて。ここ、あ、うん、こう飛んじゃってるんだ、そうそうそう、これやめとこう。ちょうど先生の四角の部分。傷が、ね、3分の1ぐらいか、うん、まだ。このぐらいしとこうか。そうですね、あとは棚みたいにこう上げていけば、うんうん、下になっちゃいましたね、枝がね。でもこう、うちでやってくるわ。やってくると、ここを目起こししよう。はい、はい、だいたいね、骨格ができてきました。はい、で、あとね、これ目先一個ずつ起こしていくんで、うんうん、これはちょっと相当時間かかるんでね、あのやり方だけ、はい、目起こしの仕方ね、はい、それだけやります。ここでいきます。これを、うん、ここ上向くるんですよ、ここに、はいはい、こんな感じで持ってくる。するとこの葉っぱをまとめる、こういうふうに、うんうん、こういう針金のかけ方やりますね、はい、玉みたいに。ここ、22番、私は全部22番で目こしやりますから、うんうん、で、ここからこうかけていきますね、ここ。心拍も目起こしが必要ですか？心拍の、目を起こした方がね、うん、勢いが出る、元気になると、うん、その元気につくと見た目の綺麗さ、うん、綺麗さも、こうやって完全にね、目が起きて上向いて生きてるっていう、うん、そういう形が見えてきますからね。揃えていくと、ここへこうやって巻いていきます。そこに巻いていって、で、まずここ首のところ揃えます。こう段差つけないと揃える、はい、で、この針金をこの首の上に持ってくるんです、ここに、うん、ここに玉の付け根の上ね、この上、はい、そしてこれを半回りしてこう起こす、うん、そうすると葉っぱをこうまとめながら根が上向く、はい、
あと違うやり方もあるんですけどね、ちょっと難しいんで、あの一般的なやり方はこういうやり方です。はい。その玉の上のところにちゃんとやっとかないと、そう、いかないですね。首の上に来ないとダメですよ。うん。これはね、ちょっと慣れないと、はい、難しい。あの特にね、五葉松はこれやっとかないとダメですからね。そうですね。それで、ここの枝が来て、こうやって起こしをしてるんだ。あ、枝ごと曲げて。そうそうそう、これ鍋ずるんですよ。こういう起こし方ダメですからね、うん、ここで一回こう上げて、うん、こんな感じですよ、はい、ちょっとこうやってみましょうか、はい、ちょっとこれこうきますね、こう起こします。これ小さいけど、あのこう揃います、はい。で、針金が上に入る、上に入る、うん、そして半回りしてここを爪で押さえるの、はい、こうやってすっくっと起きる、はい、っと葉っぱをまとめるのと目が上向かって、うん、これが揃えればもっと綺麗にね、棚ができてきますから。なるほど。これぜひね、覚えてください。はい。もう一個違うやり方は、はい、そしてここでね、返すんですよ、ほら、うん、これをここにこういうやり方、普通こうでしょ、これでこうやって起こしたでしょ、はい、ここからここまで持ってちゃうんです、ここに全然見えない。ここにどこ映せば見えるの。見えるかな、こんな感じ、ほら、手そしてここで爪でこうやってこう押す。あの菊の輪台、輪台ってあるでしょ、菊の輪台が分かんない、花の下にこう針金で垂れて、あんな感じで作るんですよ、はい、あ、これをこのこれを花だとして、そうそうそう、これ花だとするんでしょ、うん、花だとしたらここでこうまとめてこうやってやるんで、ここでグッてこう上げる、要は針金をこう円にして、針金がこう支えるような感じですかね。あの普通だとこう首締めちゃうんでね、はい、大概ね一回転しやすい人多いですよ、うん、ほらこういうもう一回やってみますね、はい、入ってきます、上通して入ってきます、ここでこれがここまで来るんですよ、はい、そしてこれをグーッて上上げていくの、ここに、うん、ここに指を入れて爪でこうこす、こんな感じ。ちょっと切ってもらったらいいですか。そう、これで見やすい、こんな感じな、はいはい、で外すときはこれ引っ張ればいいです、うん、ここに、なるほど、で外せる、あ、ちょっとできたとこもうちょっと見たかった、これ外すこと考えてできたらもうちょっと見たかったけど丸くやってこう支えるって感じですね。そうそう、こうに来てグッて上げる、うん、これはね、普通のだと急だもん、そう、はい、違う、入った頃ね、うん、先生二人に特訓受けたのね。なるほど。こうやって菊を輪台みたくやるんだよ、五葉松、うんうん、これはね、皆さん覚えた方がいいと思いますよ、うん、心拍もその応用で葉っぱをまとめることができます、はい、そういうか、後から操作するのも楽ですよね、ちょっとこう動かしたりとか、だからね、こう目起こしっていうのは、ね、最終的にはね、あの22番の針金じゃないと無理ですよ、はいはい、20番とかだと硬くなっちゃって1回失敗したらもうダメですからね、うん、22番で針金の順序を考えながらこうだんだん細くしていくって、なるほど、それ基本です、針金、分かりました、はい。はい、ということで、そういうことでね、今回は大体 の枝を決めてきました、はい、で肝心なところをまずこう、うん、厳しさを出した、はい、この角、ここ、そしてここもちょっと厳しさっていうか、もうジャッキじゃねえ、フライヤーが滑っちゃってね、そうですね、つるっと皮むけたところありますけど、多分大丈夫だと思います、はい、でここで厳しさ、この厳しさ、うん、それとはあとこの間ですね、はい、この枝とこの枝の間でこの空間をカバーして、この枝が空間をカバーして、ちょっと、ね、まだ奥行きが足らないかなっていう感じですね、うん、ここで培養でもっと枝を伸ばしてもいいし、後ろ枝こう下げてきてもいいかなって感じもあります、
まだね、うん、この辺とかもやってないし、そう、こういうのがね、あと細かい枝を、あと細かくは別にかけてきますから、はい、ということで先生が家で針金かけてくるということで、なんかこういう樹形ってないじゃないですか、うん、ね、だからまあいろいろ考えながらやらなきゃいけないということで、うん、まあ、難しい木ですね。難しい木、これが下がって、うん、これに沿ったことでなんか見えてきた気はしますね。そう、じゃあ次回見るときは、はい、針金がかかってる状態、もうね、なんとかまとまった、はい、変わった木で、ね、まとまりましたんでね、厳しさもできたし、シャリもだいたい思い通りついたんでね、はい、これでいいかな。で次回は来年になりますけど、幹、うん、シャリを板状に削っていく、そういう作業になります。あ、植え替えやらずに、ん、次回植え替えかと思ってた。あ、植え替えでもいいです両方やるかもしれない。植え替えとそれをただそのシャリを削っていく場合は針金全部外さなくちゃいけないですからね、うん、そうですね、うん、で先植え替えかな、うん、植え替えが先だと思う、うん、はい、はい、以上です。はい、はい、ありがとうございました、はい。